カッと晴れ分かった阪急三国駅、おなじみになりましたね。今日も来ているんですけれども、まあいろいろとですね、阪急三国の方から淡路、そして新大阪方面とですね、ウォーキング動画を撮ってきたんですけれども、今回はですね、いわゆるまあ南下する形にはなるんですけれども、この阪急三国駅の方から歩いていきたいと思います。まず阪急三国駅の高架、いわゆる線路下を過ぎて新高の方面を歩いていることになります。今回はこちらから行くことにします。そうすると新高東公園が見えてきます。いわゆる阪急三国駅のですね、高架のいわゆる西側ということになるんですけれども、このようにですね、休憩場所がですねあって、屋根のついた休憩場所、石造りの丸石が4つ、そして水飲みができる手洗い水路、そしてですね、ベンチが置かれていて、その中に健康遊具、そして、マンション側の方になるんですが、このように小さなコンビ遊具が置かれているという、本当に小さな公園なんですね。そうすると国道176号線に出てきて、新三国橋のバス停が見えてくることにもなります。この先を進むと、新三国橋の方に向かっていって、豊中の方へと向かうことができます。いわゆる阪急三国駅西にあたる新高歩道橋前の交差点になります。この先から国道176号線が伸びていて、遠くには新梅田シティの建物を見ることができます。まずはここから国道176号線沿いを歩いてくることになります。そうすると、新三国橋のですね、梅田方面のバス停も見えてくることになります。ちなみにこちらのバス停からは11、13、63の重曹経由大阪梅田駅と160の新大阪駅が出ているんですが、大阪梅田駅は2本ずつ、土曜休日は10時台、11時台に、3本あるんですけれども、新大阪駅は、まあ、常時1時間1本、まあ、11時と14時台がないだけなんですけれども、運行本数はだいたいこういう感覚ということなんですね。こちらが NTT の大阪三国ビルになります。かつてはこちらにも窓口があったんですけれども、今はですね、閉ざされている状態になります。その大阪三国ビル前の交差点に差し掛かります。歩き出してちょうど800メートル、阪急バスの新高1丁目のバス停前に差し掛かりました。ここを過ぎてくると左の方には西日本三菱自動車販売ゆうかー新大阪があって、その左を見ながら国道176号線の道路がつながっていることになります。もう間もなくすると三国本町付近の交差点に差し掛かります。ちょうど新高1丁目の交差点に差し掛かってきたことになります。この道から行くと新大阪方面へ行くことができるんですが、今回は国道176号線沿いを引き続き南下する形で進んできます。歩き出して 1.05 キロ、堀上歩道橋前の交差点に差し掛かってきました。ここから右へと方へ曲がってくると、重曹市民病院の方へと向かうことができて、阪急神崎川駅方面へとつながってきます。この国道176号線、先を進むとバイパスになっていて、山陽新幹線の高架下を通ることができます。そしてその交差点前には野中新高児童遊園があります。真ん前には電柱がそびえ立っているんですが、入るとすぐにブランコ、国道176号線沿いから入ってきたんですが、ブランコがあって、コンビ遊具がありますね。ちょうど今阪急電鉄が通ってきているところですが、地球の形をしたジャングルジム、そしてベンチがまあ2つぐらいあるんですが、鉄棒と柵の追加、砂場、そして動物遊具ということで、奥の方には健康遊具があり、まあ、電車を見ながらですね、遊べる公園ということなんですね。野中新高児童遊園を抜けて新高北の方へと入ってきました。ここからは国道176号線、いわゆる大阪方面を左側の狭い道路の方を進んでくることになります。そしてちょうど阪急宝塚線の高架下のトンネル、小さなトンネルをくぐってきます。そうするとですね、2車線の道路が見えてくることになります。狭い道から右、そして右へと曲がってくると、
JR の貨物線の踏切が見えてきます。そしてその上、今ですね、500系新幹線こだまですね、今通ってきていますが、山陽新幹線の高架を見ることができます。歩き出して 1.5 キロ、山陽新幹線のまさに高架下の付近となる踏切を渡るところになります。いわゆるこちらが能勢街道の踏切となります。その壁面には宮原中学校の美術部の皆さんがですね、かつて描いた絵が描かれてありますが、ちょうど網干総合車両所の宮原総車場の前を、通り過ぎることになります。近くにローソン木川西店があるんですが、 JR 貨物線の踏切を越えたところから木川西の方へと入っていることになります。そして、交差点がですね、信号が2つあるんですが、この道をまっすぐ、いわゆる南下する形になると淀川区役所の方へと行くことができます。そしてこの交差点とは右に曲がると、再び国道176号線重曹の方へと向かうことができるんですね。手前に見えてきたのが重曹病院、北伊勢郷重曹病院になります。その重曹病院前を信号を渡らずに左の方へと曲がってくると、バス停が見えてくることになります。こちらが、木川栄橋のバス停ということになります。その木川栄橋のバス停前にはですね、このように中古のですね、幸運ハウスという文化住宅が建ってあるんですね。まさにレトロを感じるような雰囲気ですね。歩き出して2キロ、右手の方に市営住宅が見えてきて、そしてその奥の方、道路の奥側の方には公園も見えています。いわゆるこの道は大阪シティバスの41号系統が走っている道路ということですね。こちらが木川西第二住宅になります。こちらの方にもですね、エレベーターがどうやら付けられたみたいでですね、バリアフリー化が進んでいるようなんですが、そしてこの奥を行くと、公園が見えてきます。木川西第二住宅を過ぎるとこのように木川公園が見えてきます。この周りをですね、道路が囲むようにですね、通っているということなんですね。まあ、こちらちょっと名前がないんですけども、木川公園なんですが、入ってきます。そうすると真ん中の方に時計があって、そしてですね、石がですね、何箇所か置かれてあります。幼児用の滑り台と、傘のついた待合場所、休憩スペース2箇所、2つですね、椅子が2つあります。そして柵のついた砂場、そしてですね、手洗い水道があって、鉄棒、ブランコ、そして健康遊具、動物系のですね、遊具が2つあって、その道路側の方に大きなですね、鉄棒とブランコがあるということなんですね。そしてですね、こっちに進むと、木川公園の、名前がですね、書かれた日が見えてきます。ということで、木川公園ということになるんですが、出入り口がですね、3箇所あって、こちらからですね、真正面にですね、時計が真ん中にあるということになるんですね。その木川公園前の交差点、信号があるんですが、その信号を渡るとですね、2.7 メートルの高さのある地下道が見えてきます。いわゆる、宮原操作場の下のですね、トンネルなんですが、ここを抜けると新大阪への方へと向かうことができます。で、私はここから41号系統が走る道路を引き続き歩いてくることになります。ちょうど木川東4丁目のバス停に差し掛かってきたことになります。その道路の奥、いわゆる西中島方面を見るとですね、新御堂筋の姿、そしてですね、ビジネス街のですね、大きなビルが並んでいる様子がですね、伺えてきますね。その斜め左にあるのが淀川消防署になります。そしてですね、ここから信号を渡ると、また小学校の方へとつながるということ。いわゆる淀川消防署前の小さな交差点から右の方へと曲がってきました。まあ、先ほどご紹介したですね、体育館の姿があったんですけれども、ここから阪急京都線沿いをですね、進んでくることになります。チャイムの音が聞こえていますが、こちらが木川小学校になります。住宅地の中を歩いて右に曲がると、淀川通りへつながる、踏切が見えてきました。今ちょうど踏切がですね、鳴っている状況が、伺えるかと思うんですけれども、そこを左に進むと南方方面へ向かうことになります。こちらが旧府営にあたる
大阪市営西中島第二住宅の4号館ということになります。こちらが3階建てということですね。ちょうど今普通電車が通過していたところになります。ここから京都線、いわゆる阪急京都線の線路沿いを、京都方面から左に見て進んでくることとなります。こちらが新大阪公営ビルなんですが、この周りを見るとですね、高層の、建物がですね、立ち並んでいるところなんですね。そしてですね、奥の方に右斜めになるんですが、日清のマークが見えていますが、こちらが日清食品ビル、2階と3階に淀川年金事務所が入っているビルということになります。歩き出して3キロ、西中島4丁目付近のいわゆる商店が並ぶ狭い道路の中を歩いていることになります。奥を進むと新御堂筋、そして大阪メトロ御堂筋線の西中島南方駅の駅の姿を見ることもできます。ちょうど新御堂筋、そして大阪メトロ御堂筋線の西中島南方駅前の方に差し掛かってきたことになります。ということで阪急南方駅の、京都方面側の方にですね、着くことになりました。売店があったところ、今はですね、ネスカフェのですね、カフェになっているんですね。その、南方駅のホームはこのようになっていて、両方面ですね、開拓が一箇所です。そしてですね、逆方向からの理解ができないということになっているんですよね。さて、阪急三国駅から国道176号線を経由してやってきましたが、時間にして42分20秒、距離にして 3.36 キロ、4805歩の296キロカロリーでやってきたということなんですが、でもですね、阪急三国からのですね、バリエーションたくさんある中で、今回は国道176号線沿いを来たんですが、でもですね、ここからですね、新大阪の方面のですね、貨物線の高架下あるいは踏切を過ぎてですね、重層方面へと向かう、道幅の広い道路ということで、この道から行ってもですね、ウォーキングにはですね、ぴったりのですね、時間帯、コースという印象を持たせられますね。ちょうど今大阪梅田方面から特急が通過するところになります。9306系が通過していく場面をご覧いただいて、この動画の終わりにしたいと思います。阪急三国駅から国道176号線沿いを経由して阪急南方駅までを歩いてきました。